中京 TV スポーツ。今の松田さんのお気持ちから教えてください。まあ、電話来るだろうっていう覚悟はできてたんで、まあ、実際に来て、まあ、今こういう状況になってるって感じですね。4年間育成という形で日々進歩していく中で、今年かけたところもあったかと思いますが、そのあたりどうでしょうか。そうですね、特に、まあ、3年目4年目は、まあ、結果を出していこうっていうのが非常に強く自分でもそういう思いでやってたんですけど、それが思うような結果につながらなかった2年なので、まあ、苦しい日々っていうのが長かったですね。ただ4年間で進化されたところも多かったと思いますし、壁だったところもあろうかと思います。その両方を教えていただけますか。そうですね、まあ、純粋に自分はそういう体力っていうのもなかったので、それはこの4年間では、まあ、3、4年の部分では肩肘にも問題なく毎日元気にボール投げれるっていうのはやっぱ1年2年やってきたからっていうのもあって、また、まあ、勝負感っていうのはやっぱ強いところでやってきてないので、そういうところで自分の弱さっていうのを感じて、ここで結果が欲しい、このボールで打ち取りたい、このボールストライク投げなきゃいけないところで、まあ、勝負で負ける場面っていうのが非常に多かったので、そういう点では自分の弱さがそういうところにはあったのかなというふうに思います。名古屋大学の出身ということで、誇りもそれからグラウンドでは関係ないというところもあったかと思いますが、そのあたりはどうでしょうね。まあ、ここ入ってきたら関係ないんで、グラウンドではむしろ、まあ、何も思ってなかったですね。そういうところは一番お世話になった首脳陣とか先輩選手挙げていただけたら。そうですね、やっぱで投手コーチの、まあ、浅尾さんは4年間で、山井さんは選手で2年、コーチで2年お世話になって、まあ、小笠原コーチも3年お世話になって、本当にそのお三方にはいろいろ叱ってもらったり教えてもらったり、逆に慰めてもらったっていう部分も多くあって、自分のいろんな部分を知ってると思うので、そういう方々には本当にご迷惑をかけたんですけど、一緒に成長させてもらったっていうのは感じてます。言葉で何か今思い浮かぶことがあったら教えていただけませんか。言葉はちょっとわからないですね。先輩ピッチャーはどうでしょう。先輩ピッチャー、まあ、特に後半なんですけど、3、4年目では、まあ、あの利也さん、岡田利也さん、まあ、今年なんですけど、だったり岩崎さんはリハビリだったので、自分がうまくいってない時にいろいろ教えてもらうことが多く、また福谷さんは、まあ、話が合うって言ったら変なんですけど、やっぱいろいろご飯連れてってもらったりしてたくさん話すこともあったんで、そういう先輩方に自分の不安だったり、まあ、しんどい部分こうしたいっていうのを話すことで自分の気持ちが整理できることがあったんで、そうですね、特に4年目なんですけど、岩崎さん、利也さん、福谷さんには自分がしんどい時にはいろいろ話を聞いてもらいました。聞けると思いますが、今後のご自身のことというのは今の時点どんなふうに。まあ、今はまだ何も決まってないです。希望として将来はこう生かしたいとかっていうことは。まだそれも野球に携わっていくのか、何か違うことするのかっていうのはまだこれから考えようと思います。ありがとうございます。放送で他にいかがでしょうか。ありがとうございます。じゃあ放送でしょうか。ありがとうございます。はい。